先生のこと好きですか？はい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 、手を挙げてない人。綾瀬、ちょっと来て。いろいろ聞きたいことがあるんだよね。キリノ、声が怖いよ。私の知らないとこでいろいろ企んでくれたらしいじゃん。それは。サンキューね、綾瀬。あ、出てきた。あ、どうしたのお前。いや、弁当第二弾持ってきてやったんだけどよ。さっきから続々お前の部屋に女が入っていくからよ。どうしたもんかなって。今すぐ口を閉じろ。あのなあんた、なんでかなことまで仲良くなってんの。かなこ、お兄さんにお弁当ってどういうこと。説明して。ちょ、落ち着け。なあ、チッから、愛妻弁当。お前ドリコン死ねー。なあ船長ヶ原。何よ。カンバル駿河って知ってる？ええ、あの子は中学時代の私の後輩よ。カンバルは今も後輩だろ。同じ学校なんだから。カンバル、えらく親しげに呼ぶじゃない。アララキ君って怪我の回復とても早いのだったわよね。じゃあ目玉の一つくらいならいいかしら。やめろやめろ、さすがに眼球はまずい。やましいところは何もない。親しげになんて全く思っていない。僕は船長ヶ原一筋だ。あら、そう、気持ちいいことを言ってくれるわね。サトちゃん大好き。私今最高に幸せ。もうしおちゃんってば。さっと。ねえ、警察には言わないなんてどうして信じられると思うの？しょうこちゃんはあの時私を拒絶したじゃない。そんな子を私が信じられると思ったの？だからごめんね。何をしているの？今仲間が死んでいる。住民の避難が完了しないから巨人と戦って死んでいる。ただ飯ぐらいが100年ぶりに役に立ったからっていい気になるんじゃねえ。やってみろ。お前の雇い主とは長い付き合いだ。下っ端の身体なんざ冗談で決めるぞ。死体がどうやって喋るの。待て。私が真のキラであり、先日の桜テレビで放映されたビデオの主は、さあ、ビデオ、ビデオ。何する気だ。もちろん、すぐキラに返事出すのに決まってるじゃない。キラさん、お返事ありがとうございます。私はキラさんの言う通りにします。お、やった。キラの言う通りにしますか。使えるんだか使えないんだか。私はキラさんに会いたい。キラさんは目を持ってないと思いますが、私はキラさんを殺したりはしません。安心してください。バカかこいつ。ねえ、死神殺す方法教えてよ。誰にも言うなよ。死神を殺す方法は人間に恋させることだ。素敵な殺し方。おい、何をやっている。勝手に棒を出るな。あ、なんだ、ウッドペッカーとハミングバードじゃないか。そういうことは明日の試合でやってくれ。明日、ハミングバードって。まだ聞いてなかったんですか。ハミングバードは私、相手はウッドペッカー。
対君を傷つけない。だからガンタさん、罪の枝ウィップウィング、ごめんなさい。騙していいね、その顔いっちゃいそう。ねえ、私を連れて逃げ出したらどんないいことしたかったの？はいはい、もちろん行きますよ。今度は先輩のおごりってことで。はい、じゃあ明日。リン君のお世話をするのが私の生きがいですから、リン君が幸せならそれでいいんです。帰れ。やっほー、お邪魔します。さあ遠慮しないで上がってください。それじゃお言葉に甘えまして。帰って、え、帰ってください。帰って、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 この家にまで来ないで。帰って、リン君を返して。楓、楓、どうしたんだ。落ち着け楓。いい加減にしろ。なんでなんか死んじゃえばいいんだ。楓、清水、なんだ、もう寝ちゃったのか。私、こいつ嫌いなの。だって、私より結城くんと仲良しだから。だから。やめろ。やめろ。奥間くんはどうですの？私の、その、愛がこもったクッキーのお味は。ちょ、アンナ？私、気づいたんですの。奥間くんを愛おしいと思う気持ちが最高潮に達したとき、体の内側からその気持ちが液体となって流れ出てくることに気に混ぜ込んでみましたの。いやー、どうしてこうなった。そんなの先輩を怪我して。見つけましたわ。なんだかお二人はとても仲がよろしいんですのね。あ、アンナ、そういえば昨晩私と奥間くんが愛を育んでいた時も、突然あやめさんは奥間くんの家に現れましたし。それはね、アンナ。奥間くん、はい、傷つけていたなら謝りますわ。でもこれからはもう我慢する必要もありませんから。はい、ごめんなさい、つい手が動いてしまいましたの。愛ゆえに。やめてください。聖女さんは厳しくて乱暴で人と違うところがあるけれど悪い人じゃないんです。でもそれでこの人はもう好きな人がいない。違う、まさか、まさかまさかまさか、違う、この子、これは私の首ではない。あなたは矢切君に殺されたはずの播磨美香さんなんでしょ。嘘だ。ごめんなさい。ねえねえねえ、いるんでしょ、聖司さん。今日も来たんですよ。だから聖司さん、顔を見せてください。お願いです、お願いです、今すぐ。聖司さん見たな。だけ整形と化粧をすればあの首と聖司さんの愛してる首とそっくりになるって。君の名前はセルティだ、それが首の名前だからねって。だから聖司さんのためにセルティになろうとして。聖司さん、殺されかけた相手をまだ好きってのはすごいと思うよ。
いろんな意味で、ハリマさんはヤギリ君とすごく似てるんだと思う。チケットで俺と甘いホワイトクリスマスなんて何言ってるのか分かりません。え、私マコト君とお付き合いしてるんです。ちょ、何って、あいつはサイオン寺と。私はマコト君の恋人です。だから沢永さんとはお付き合いできません。何度も言わせないでください。あ、マコト、どういうことなんだよ。なんだよ、想像しいな。お前まだカツラさんと付き合ってるつもりなのか。じゃあカツラさんがまだお前と付き合ってるって言って俺に冷たくするのはなぜなんだ。とにかくそれは誤解だから。俺と琴ノ葉はもう何でもなくて、琴ノ葉まさか一人で。大丈夫です、これくらい。ほら持ってやるから。ありがとうございます。じゃあ、あの誠くん、これ以上今みたいな距離で会ってたりしたら誤解させちゃうから。嘘です。誠くんどうしたんですか。琴ノ葉のこと好きじゃないから。してないかな、嘘や隠し事してないかな。してないよ、嘘も隠し事も。嘘だよ。どうして嘘だって。訪問のところの車の中で話をしてたよね、知らないおじさんと。みんなとは関係のない話だよ。嘘だ。圭一君に内緒や隠し事があるように、レナたちにだってあるんだよ。ああ。もしもし。夜分遅くに申し訳ありません。私、沖宮処方の大石と申します。え、大石さん？どうです。何か変わったことはありましたか？早く開けてくれ。今開けるから。ん？何それ？さっきレナちゃんが来てたじゃないか。せっかくだからお茶でもって思ったんだけど。え、2階に上がったの父さん見たの？ああ見たよ。圭一の部屋は階段を上がってすぐだよって教えたよ。大石さんと俺の会話を。なんでカツラさんが出てくるのよ。正解。どうして。どうしても何も、なんでカツラさんと一緒なのよ。何が違うって言うのよ。カツラさんと別れたんじゃなかったの。私に子供ができた途端今度は私を捨てるの。ようやく分かったんです。マコト君はずっと私のそばにいて待っていてくれたんだって。琴ノ葉だから。もう迷いません。やめてよ。悲しみの向こうへとたどり着けるな。ガサイユノ、成績優秀、美人で学校中の憧れの的。え、まさか、この未来。もちろん、あなたの未来よ、天野くん。ガサイユノ、それがあなたの未来。何が。やっぱりそうなのね。そうか。気づいた？ユッキ。まさか、もう一人の人気所有者。確か、ダーツさせないよ。18時20分に
ユッキはビルの14階で死ぬことになってるの。え、これ僕のことがびっしり書いてあるけど。私の日記は生きてる日記よ。ユッキーの未来を10分刻みで把握する、愛の未来日記。ニューちゃんもお掃除手伝ってくれるの？じゃあちょっと待ってて、雑巾取ってくるね。思った通りだ。病院に来た刑事も兵隊のことを知ってて。兵隊さんに襲われたなんて、そんなこと私ちっとも。なんだ？ニュー、どうした？どこかぶつけたのか？何？脅かすなよ。この曲、あ、忘れてた。